皆さんこんにちは、ゲリバンゲーム TV のゲリバンです。今日の僕くんは文の町を巡ります。すべての人に感謝を。じゃーん、さっきスペシャルゲストから予約が入ったよ。ん、どういう意味？仕事は全く一段落してないんだけどここが気に入ったから休み取ってきちゃうんだってさ。誰のことなんだろう。じゃいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。バク、そろそろ自分の家に帰るのかい？うん、明日帰るんだ。そうか、明日か。俺さ、もう君がこの町で生まれ育った子供のように思えてくるよ。うん、だって一月もいたからね。そうか、一月か。長いような短いような。なあ僕。何？いいやつになれよ。お？今は意味がわからないかもしれないけど、とにかくいいやつだ。うん、わかったよ。さてと、新学期が始まったらまたこのマリンランナー号が大活躍だ。サイムンはここの海を見るとなんだかホッとします。なんで？わかりません。でも今は友人との別れが辛いからここの海を見に来ました。僕多分サイモンのことずっと忘れないよそれサイモンも同じです。ねえ、あんたんちって光が遊びに行ったらちゃんとご飯とか食べさせてくれるかな？え？どういうこと？まあ食べさせてくれると思うけど。じゃあとりあえず食費は問題なしね。なんだ？ねえ僕くん、明日本当に帰っちゃうの？うん、そうだけどなんだか全然実感が湧かないや。うん、僕もそうだね。僕、なんだか9月になってもこのままここにいれるような気がするんだ。いよいよ明日だね。そうだね。多分私も同じ船で帰るんだけど。そうそう、ここに忘れ物しちゃダメよ。忘れ物すると誰かが潮立ての郵便局まで出しに行かなきゃいけないんだから。僕、明日見送りに行けるかな。え？どういうこと？いや、なんでもない。それより僕、安子ちゃんたちを見送ったら本格的に泣いちゃいそうで怖いんだよねそういえば来年の夏休みには国道が開通してるんだよね。あれ？帰省もバスになっちゃうのかな。もう、あんまり無茶なことばっかりしてたら僕くんのお父さんに言いつけて強制送還しちゃうからね。すいません。じゃーん、さっきの便でとびっきりの可愛い子ちゃんが戻ってきたよ。あれ、おばちゃんナルト入れ忘れてる。あれ、なんで帰ってきてるの？
早々と見つかっちゃったか。あのさ、いろいろと騙してて嘘ついててごめんね。うん。あれ、何か用事ができたから帰ったんじゃなかったの？もう戻ってきて大丈夫なの？まあ一応ね。だってあとは先輩諸氏がうまくやってくれるし、私バリバリに新米だからさ。それで逆に長い張り込みだって任せてもらえるんだよ。あと実は谷口さんのことだんだん悪い人だとは思えなくなってきてて、ちょっと複雑な心境なんだよね。そうなんだ。そんなこんなでとにかく私だけ3日間お休みをもらったんだ。そうか、これでやっと謎が解けたよ。いいな、女子大生って休みが長くて。あれそうだよ、小学生。実は他にもじっくり考えたいことが出てきちゃったんだ。でもね、こっちの話は教えてあげないよ。ここから見る景色もそろそろ見納めだね。そうだね、僕くん帰っちゃうんだもんね。あれ、見納めなんて難しい言葉よく知ってるね。ここでサイモンが仕事してるの見るの、これが最後だね。しー、今ユーフィーがウィンクしてるからちょっと静かにしてね。ほら、またウィンクした。あれ、おじいちゃんこんなところで何をしてるの？いや、宵の明星を探していたのじゃが、はて、どっちの方角だったじゃろうか。そろそろ強い風が吹くと寒いの。今晩みんなで港に集まってパーティーするんだって。俺も誘われてるんだけど、ちょっと野暮用があって無理なんだ。残念残念。ボク君、今日の晩ご飯は何だと思う？じゃ、今日の晩ご飯楽しみにしててね。私もうここで何万年もの間ずっとギターを弾いてたような気がするな。今はこの幸せな時間が永久に続くもののように、始まりも終わりもないもののように感じられるんだよね。じゃあ幸せは永久には続かないものなの？いや、そんなことはないよ。永久に続く幸せだってきっとどっかにある。子供のくせにそんなことも知らないの？それは夢の中のことなの？いや、現実のこの世界のお話。気のせいかな、私がギター弾くと魚が集まってくるような。
ガキども、ご飯だよ。あのさ、何？父ちゃん本当は大工に戻りたいんだろ？そうだよ、戻れるなら戻りて、それが本音だ。でもそれができるかどうかは話が別だぜ。どういうこと？もういい歳だってことで諦めてるんじゃねえんだ。駆け出しのやつよりは動ける自信があるし、でも給金も最初は連中と同じになっちゃうだろうから、ここを辞めたらさすがに食べていけなくなるだろう。じゃあ父ちゃん、この民宿を俺にくれよ。ねえたけし、それどういうこと？俺が高校を出るまであと7年だけここを続けてくれよ。あとは父ちゃんが大工をやろうがなんだろうが関係ねえよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あれ、姉ちゃん、なんでここにいるの？みんなでお別れ会するよ。とにかく浜辺に集合してね。おじさん、おばさん、私ずっと騙しててごめんなさい。ボクちゃん、今年の夏楽しかったね。そうだね。俺さ、大人になってから今年の夏のこと絶対思い出しそうな気がするんだよね。うん、そうだね。ねえ、たけし兄ちゃん。ん？なんだ？いろいろとありがとう。え？よせよ、礼なんていらねえよ。まあ、あっちに帰っても元気でな。そして、私たちは無言で握手をした。さてと、みんな横の浜辺に行ってるみたいだから、俺も先に行ってるよ。もう帰っちゃうんだね。寂しいよ。都会に戻っても私たちのこと忘れないでね。うん。ねえ、二人はいつから仲良しになったの？ね、二人とも生まれる前からいろんな色の糸でつながっていたんだよ。おいおい。つまりこういう運命だったのさ。運命って？うん、頑張ってご褒美をもらえた時だけ信じればいいものだよ。あとは失敗を神様のせいにしたい時もね。来年も来るの？来いよ、約束だ。ねえ、でも父ちゃんさ、もう結構年だし、本当にダークさんに戻れるのかな？そん時はそん時で俺が食わしてやるのさ。そうそう、俺がここの主人になったらまず真っ先にボクちゃんを招待してやるぜ。いやー、それにしても楽しかったな今年の夏。ねえおばちゃん、僕いい子だった？うん、とってもいい子でした。おばちゃん、ボクくんが本当にこのうちの子になってもいいよ。僕もおばちゃんがと言いかけて、なんだか自分の母親に悪いような気がして。どうしたの？あら、ボクくん、あなたってやっぱり優しい子ね。自分のお母さんに気を使ったんでしょう。今日の晩ご飯は栄養満点のシーフードカレーとアジの唐揚げでした。ボクくん、正解。やったね。ねえ、あんたんちって弟が生まれたし、働き者の女の子が家にいたら何かと便利じゃない？どういうこと？
でも2学期の途中で学校が変わるとちょっと面倒なのよね。なんだ？私さ、東京から帰ってきてすぐに思ったんだけど、以前より道も空もずいぶん広く感じられるんだよね。そうなんだ。うん、田舎は空も道も広い。こんなことが愛おしく感じられるなんてさ、なんだか私は永久に本当の都会っ子にはなれないのかもね。ああ、東京に戻りたくないな。夏休み最後のスペシャルパーティーへようこそ。なんだか寂しすぎるパーティーだね。やっぱそう思う？まあ夏ももう抜け殻だけだもんね。あのさ、私明日は見送りに行かないよ。なんで？だって寂しいじゃない。そうだね。あれ、今日はあのロケット少年がいないね。ごめん、せっかく電話もらったのに遅れちゃって。何してたの？ちょっと手が離せなくてね。ふーねえ、私明日の今頃さ、もうこの町にいないんだよ。なんだか信じらんない。じゃあ帰らなきゃいいじゃない。それができれば苦労はしません。というわけで、こうやって君と話すのもしばらくお預けってわけ。悲しいね。うん、かなり悲しい。でもしょうがないのである。そうだね。手紙、あっちに帰ったらとりあえずすぐに手紙を書くよ。うん、ありがとう。まあでもなんだかんだで忙しくて遅くなっちゃうかもしれないけどね。じゃあ首を長くして待ってるよ。ねえ、そういえば僕、子供の頃の大切な別れの言葉思い出せなくて困ってたんだけど、昨日やっと思い出したんだ。え？何？特別な言葉なんかじゃなかった。だからやすこちゃん呆れちゃうかもしれないけど。え？なんだろう。やすこちゃん、いつも夕方家に帰るとき、また明日って言ってくれたんだ。あの言葉、僕がいつもどんなに嬉しかったことか。あれ、どうしたの？本当に呆れちゃった？なんでもない。さてと、お姉さんがなんか歌ってあげようか。え？お姉ちゃん歌えるんだ。あら、失礼しちゃうわね。私はガキンチョに聴かせる歌は持ってないの。だから君がこの夏少しでも大人になったら歌ってあげようと思ってたの。え？僕大人になったの？うん、せいぜい1ヶ月分だけどね。学士。嘘嘘、見違えるほどにたくましくなったよ。水の匂いが眩しい鳥に、雨に疲れた人が行き交う雨上がりの街に、風が吹いて怒る。流れる人波を僕は見てる。僕は見てる。ねえ、それなんて人の歌なの？え？ハッピーエンド。